菊花賞へ向けてトライアル2つ馬券は外したけど見えた。はい、どうも秘密結社笛ガム総帥ハッチーでございます。今夜も結果論、3歳ボバクラシック最後の一冠菊花賞トライアル2つ終わったんで振り返るということで今回やっていくわけなんですが、まあ、というわけでまずはセントライト記念、結果をねまず読み上げると、1着ジェネラーレウーノ、2着レイエンダ、3着グレイルということになりました。まあ、レイエンダは菊花賞出ないと。しかもね、じゃあ天皇賞出んのかっていうと賞金も足りなさそうで、12月の阪神のあれ、あのチャレンジカップかに出るなんていうね、朝日チャレンジカップが朝日がなくなって12月に動いたんだね。いやー、なんか変なレース出るなって感じがしますね。まあ、そしてグレイルがその2頭の後ろから言い足で突っ込んできましたね。まあ皐月賞もね同じように突っ込んできて、その後東京で、なんて期待してたら案外ダメだったんで、まあ、もう一回京都でもう一回期待し直せるぐらいの末脚は今回見えたんじゃないかなというふうには思いました。ということでね、グレイルはまあ父からしても京都向きっぽいし、本番で狙ってもいいかなと思っております。というわけでね、今回からですね、まあ、結果論で結構、ね、皆さん動画にコメントいただいてるんで、まあ、それを振り返っていくと、まあ例えばレースにこの来年のセントライト記念についてのヒントになり得るんじゃないかとか、あとはまあ菊花賞に向けていいコメントがあるんじゃないかなってことでね、皆さんにいろいろいただいたコメントを読み上げながら開講していきたいと思います。というわけでまずはポンワタさん、惜しかったですね、単勝を渡りました。まあ、そしてねオッズ的にはこの特注馬の単勝で勝負しときゃよかったものをっていうね、いやそれで十分じゃんって。だって3連単で6000円張るんだったら、単勝6000円だったらこれ4万ちょいだからね、3連単4万的中と同じ ですもんね。いやーね、ちょっと惜しいことをしました。まあ、そして、持田忠司さん、面白いメンバー、ルメール、レムーロの気合がすごい。ギベオンは難しい馬なので騎手が乗りこなせるか見もの。ギベオンの目標はマイルチャンピオンシップのような。ギベオンね、確かに NHK マイルカップが良かったし、マイラーかなって僕も切ったんですが、ただギベオンの陣営自体はダービーにもね色気を出した NHK マイルカップ2着の後、まあ、デムーロがね、北のコマンドールに乗るかギベオンに乗るかなんてことでね、悩んでたなんて話をいただいたのは確か持田さんのコメントだったと思うんですけれども、まあなので陣営はこの2400、2200で距離十分持つんじゃないか、もうちょっと距離を伸ばして菊花賞まで狙えるような。ダービーは本当はまあちょっと NHK マイルカップ使った分体調整わなかったけど、ダービーもう行きたかったなっていう馬なのか、それともやっぱマイラーだったかなってことで、今回諦めてのマイル路線、ギベオンの目標がマイルチャンピオンシップっていうのはセントライト記念出走前の段階ではちょっと違ったかもしれないなと思いつつも、まあ結局はこのコメント通りになりそうですね。まあ、そしてサザン学3393、コズミックホースがどういう走りをするか楽しみですねということで、この馬6着でした。まあコズミックホースはね、プリンシパルステークスが、ルメールだったかな、外人騎手で勝って、まあ、そして、ブレステーキングは、プリンシパルの2着だった馬がね、日本人騎手で2着だったわけですね。そして、このレースで言えば、この2着の再激突ということで、デムードに乗り換わったブレステーキングが4着。で、石橋周だったコズミックホースが6着と、外人騎手かやっぱりっていうのはね、この2頭の評価。になりそうなんですが、まあ、この 2頭がねほぼ同じような実力でトライアルでそこそこ上位に来れていることを考えたら、プリンシパルステークス自体が今年は例年と比べたらレベルが高かったんじゃないかなと、まあ、そういうことで言えばね、牝馬編の方でいただいたコメントの通りね、オープンのトライアルっていうのが例年とこれまでと比べてノーザンファームがいろいろもう使い分けでいろいろ割り振るせいで案外レベルが高いレースになりがちっていうことがね言えてくるんじゃないかなということもねあると思います。まあ、ですのでプリンシパルステークス自体例年より良かったっていう評レベルが高かったって評価はしていきたいなということになります。そしてバックマスターさん、レイエンダーはコズミックフォース、どちらを本命にするか。正解はレイエンダーの方がね正解だったわけなんですが、それでも2着と、まあ、ただ馬連の軸にするにも正解ではあったんで、ただコズミックフォースの方がねオッズがついたんで、結局ブレステーキングがね外人騎手に乗り換わった分人気したんで、まあ、ね、人気をするってことで狙いたくなるぐらいのオッズの差がありましたが、まあレイエンダもね今後ちょっと期待ができるかなっていうレースにはなったと思います。そして七色さん、レイエンダジェネラーレウーノレイエンダジェネラーレウーノコズミックフォースで決まりそうということで、コズミックフォースとブレステーキングが入れ替わったのは騎手の差かな、
なんだかんだでこういうところは外人機種が頼りになるなっていうことを再確認させられてしまったというね。まあ品場編の方にも話してますけど、短期免許でそもそも最初に来れるのが各国のリーディング上位5位とか10位より上じゃないと来れないので、まあ要は日本人機種の回と回のね、あの10位20位以下の機種と比べたら、まあ外人の方がうまいかどうかっていう話ではなくって、それぞれの国のトップ10に入るような機種っていうことで言えば、まあ機種欄カタカナっていうのがまず信頼を受けるってことになってしまうのかなと。そして佐山武蔵さん、グレードは内枠岩田で買いました。ただ勝ち馬との差はかなりあると思いました。菊花賞もこの馬から行きたいと思いますみたいな形で、まあ、そしてね、勝ち馬ジェネラルウーノはただ中山の皐月賞3着馬ということで、中山校舎っていう部分もあるんで、まあ例えばジェネラルウーノダービーで負けてるってだけじゃなくてね、他の、まあ、中山以外のレースで結構負けてるんで、まあ競馬場の適性まで考えたらグレールにも逆転の目はあるんじゃないかなというふうにも見えたんで、まあ、そしてまあ有力馬もね結構みんな天皇賞行ったり分散してますんで、まあ、菊花賞もね結構枠が大事なレース、同じく内枠の方がいいんですね。まあ、なぜなら内枠はまあ3000走るからあんまり関係ないかなと思いきや、位置取りが固まっちゃってから内を回れるか外を回されるか、内枠の方が内を取りやすいってことでね、結構3000走るとコーナーたくさん回る分それをたくさん影響受けるんで、内枠有利っていうのが案外あるレースなので、まあ、菊花賞の枠もまあグレールが内からうまく刺すようなね、菊花賞最後の直線切れるところでもううまく内を通ってっていうね、まあ昔言うやすやすスペシャルってやつをグレールが決めてくれることを信じて買ってみてもいいかなとは思いました。まあ、そして斉藤光一さん、広和さんから、ギベオン決闘ディープインパクトと述べると良いと思いますということで、まあ、ただ、それでね、パッと思いつくのが、ディーマジェスティぐらい皐月賞勝ったね。で、っていう話をしたら、まあ、他にダノンプレミアム、シルバーステッドあたりの名前が上がったんですが、ロベルトだと上がってくるのそれぐらいなんですね。例えば、ディープインパクトで G1 を初めて複数勝ったミッキーアイルなんかは、ロックオブジブラルタル、母父デインヒル系ですしね、ダービーは絆とか出して、ニックスと言われるストームキャット系、その辺と比べると、ちょっとロベルトは、まあ、どうかなっていう部分があるんで、まあギベオンはねちょっと血統的にも狙いづらい部分があったんじゃないかなということになると思います。まあ、そして神戸新聞杯の方、1着ワグネリアン、2着エタリオ、3着名将鉄痕、ただしワグネリアンは天皇賞へ行くという発表がされてしまったということで、これで4年連続でダービー馬が菊花賞参戦せずということになったみたいです。まあ、そしてエタリオはねいつもの感じでレースが終わった頃に来るような感じでレース1着はないなって競馬でした。まあ、ただね、ステイゴールドの子なんで、まあ、こういう馬の方がステイゴールド3区らしくていいなと。オルフェーブルはまあ史上最強馬でステイゴールドの子っていうよりはオルフェーブル、ステイゴールドの後継っていう意味で言えばエタリを追うみたいなね、エタリを追うみたいなね、まあ、そんな感じで言ってくれそうなんですが、まあ、こういうタイプの馬の単勝の買い時っていうのがねいう一つに思い出される話があってね、スマートレイヤー滝豊がずっと乗ってこういうレースを繰り返してたんですが、まあ、終わった後に来て2着3着4着というようなレースを繰り返してたわけなんですが、これがデムードに乗り換わって外人騎手だったらそういうのをうまく折り合って先行できるみたいな感じでパッと勝ってしまった。まあ、こういう乗り換わりを狙えばいいんで、エタリオの場合もデムードって今回デムードだったんだよね。まあただ日本で乗ってずっと通年乗ってる騎手っていうのは、例えばかかる馬だから控えていってくれって言われたらそれに従わざるを得ない部分もあって、デムーロ・ルメールは調教師の指示に従ってしまってそういう競馬をしてしまって、結局レースが終わった頃来るとなってしまいがちなんで、まあ短期免許の騎手に乗り換わったらエタリオを買いというのをね一つ覚えておいてもいいかもしれないです。まあ、そしてコメントねちょっとチェックしていきたいところなんですが、まずチャンドレさん、ワグネリアンは必ず飛ぶダービー馬の構想が顕著に現れるこのレースだが、そもそもこの馬はダービー馬と言える馬ではない。ただ、これ、ここから先ちょっと省略しますけれども、ワンアンドオンにも似たような感じだったっていうのをね、コメントでもそういうふうに返したと思うんですが、神戸新聞杯がダービーと適性が似てて、誰々を勝たせるためにみたいな馬で言えば、まあ、古い話で言えばウィニングチケット、まあ、近い話で言えばワンアンドオンリーなんてことで考えると、ワンアンドオンリーが橋口先生を勝たせるために、まあ、名前もワンアンドオンリーですから、ワンアンドオンリーの G1 勝ちが、ダービーワンオンリーになってしまったっていうのは一つあれかなっていうので言えば、神戸新聞杯をその後勝ったっていうのは
いや打足だっていうかね、そういうその後一個も勝てなかったらね、本当にそういう風に言えてよかったんだけども、そういう馬が勝っちゃうのが神戸新聞杯。阪神芝2400と東京芝2400、それぞれ適性がすごい似てんじゃないかなっていう部分、例えばハーツクライ3区が阪神芝2400すごい成績いいですよって言われつつ、ハーツクライといえばトニービン東京ですよとも言われるんでね、やっぱり適性が似てるんだなっていう意味で言えば、まあダービー上位馬の実力は少なくともワグネリアンあったんで、まあ2着のエポカが出遅れて飛んで、4着のエタリオがまあこれ来ているってことは、まあワグネリアンじゃあ展開が向かなかったらどうかって言っても、ダービー3着ぐらいには来れる実力があったんじゃないかなと。まあ福永のことだし、一世一代のこうコピット来た騎乗じゃなくても2着ぐらいに来てたんじゃないかなみたいなね、まあそんな感じで神戸新聞杯とダービーは適性が似てるんで、まあそうやって思い切って切ってみてもどうだったかなと。騎手が変わって人気落としてた分、僕も評価下げちゃったんだけど評価下げちゃったんで僕も反省しなきゃいけないんだけども、神戸新聞杯はダービー馬狙っていいですということになると思います。まあ、そして鹿島慎二さん、今年のダービーは前が止まらない馬場で、最初のコーナーで5番手以内にいた馬がワンツースリーしたレースですから、コズミックホースが恵まれたわってもエタリオが恵まれたと言い張るのはいくらなんでも無理があると思います。確かにね、その通りの結果になってね、エタリオダービー4着、ここ2着というような形で言えば、まあ例年通りのダービーであればエタリオ2着はあったのかなっていうふうにもね言えるんですが、ただ今回のレース見てても、結局はこの馬っていうのはまあ車高を繰り返してるっていうのもあるんですけども、まあそして2着みたいな感じでいつも勝ちきれない、まあステイゴールドサンクらしいというか、ステイゴールドっぽいレースをしてるんで、まあこのステイゴールドって思い出してみてもね、熊沢がずっと乗って重賞勝てなくて、武豊に乗り換わった瞬間重賞勝ったのね、あんな感じでもっと上手い騎手に乗り換わったら勝つんじゃないかなって、デムドより上手い騎手って誰やねんっていう話になってしまうんですが、まあじゃあモレイラだったりムーアだったりが、あの年末期でジャパンカップでエタリオに乗ってたら、エタリオから買おうかなというのがね、直近の話になるとは思います。まあ、ただまあこの後のコメントを見てもね、エポカ道路は切れ負けするんじゃないかとかね、その辺も含めても いつもねコメントいただいてるんですが、まあ、あのこうやって適当に言ってるだけの僕と比べてね、そっからのコメントが結構お見事なところがあるので、今回はお見事という一言で、ね、締めさせていただきたいと思います。まあ、そしてラーメンラーメンさん、ワグネリアン1着エポカ2着固定で何とかに流そうかって感じですね。エタリオは僕も消す予定です。まあお互いエタリオにやられました。まあただエポカの出遅れがっていう話にしておけばね、じゃあ出遅れて前行ってもうちょっとペースが速くなってたらエタリオ届いてた可能性もあるなっていうのもあるんですが、まあ一応もうそんな感じで言い訳をしておきたいと思います。まあ、そしてムッチ1007でいいのかな、名称鉄痕現時点では消せないです。調教次第で相手には変えるレベルだと思います。でも福島のレースって当てにならないのが多いんですよね。そこをどうするか微妙なところです。これね、この後最終予想ではまあ名称鉄痕最後に3着に印を打って3着に来たって言ってね、エタリオが2着じゃ外れなんですが、まあ、ただこの、ね、名称鉄痕なんでこんな人気薄だったか、一旦無視されたかっていうとね、前走福島で人気が落ちるっていうのがあるんですね。もう前走福島ラジオ日経賞、これだけでちょっとねみんな買い控えてしまう、まあ、いわばね福島差別ってやつがね競馬界でもあるわけです。もうあの福島さんなんか福永で乗ってれば、福永雄一騎手が福島で乗ってればいいなんてね、暴言を吐いたなんて噂が流れたりとかね、あとはあのラジオ日経書、あのまあ そんなね福島差別っていうのが競馬界にも厳然と存在するっていうのがあるんです。まああのただこれラジオ日経杯組で最後これ印打った理由っていうのが、ラジオ日経賞から来た組4頭、まあ過去10年で3頭馬券に絡んでるなんて話をして、まあそして今回の名称鉄痕もそれと同じ傾向があったから、あの最後の最後最終予想ではもう一回印を回してみたんですけども、これこの共通点っていうのは、まあ、つまり過去10年11年の間のこのレースからの臨戦4頭馬券に絡んでる全部の共通点が、ラジオ日経賞の結果に関わらず負けている馬も勝っている馬もその前のレースは勝っているんです。なのでラジオ日経を頭に入れちゃうから、ラジオ日経福島なんか使ってるしなとか、まあ福島で負けてるしなとかっていうことで人気を落としてしまうんですが、まあ馬柱からこのラジオ日経賞を、ね、取り除いて考えたら買える馬だったんじゃないかと。名称鉄痕もね、白百合ステークス、まあ、ダービーの週の残念ダービーと言われるレースですが、まあ、オープン特別を勝ってる馬なので、まあ馬柱からラジオ日経賞を塗りつぶして考えたらいい、まあ、つまり馬柱から福島を塗りつぶしてしまったら馬券が当たるわけです。まあ、なのでね、まあ、つまり
まあね、あの被災地支援から福島を塗りつぶしてね、福島の被災地、あの被災地支援に入れないなんていうのが話題になりましたけども、それと同じで馬柱から福島っていうのを全部塗りつぶせば馬券が当たるっていうのが一つ言えるんじゃないかな。ダメですね、それじゃあまた福島差別なんですが、まあ、福島差別、これはね、馬券の糧にするために福島をもう馬券から塗りつぶ、馬柱から塗りつぶしちゃおうということで、ラジオ日経に関しては完全に無視、ラジオ日経の出走馬を無視するんじゃなくて、ラジオ日経賞の結果を無視することで馬券が当たるんじゃないかなっていうのが名称鉄鋼についての教訓だと思います。まあ、そして、一撃49さん、エポカドーロとタイムフライヤー調教めちゃくちゃよく見えました。で、まあ高さんもね、それに対してタイムフライヤーもういいかなとか言いつつ、切りたいな、でも切れないななんていうコメントいただいたんですが、6着には来てます。まあ神戸新聞杯の6着、5着、7着、その辺のね、あの掲示板の下の方の馬っていうのは、それで長距離適性があると案外菊花賞勝っちゃうんで、菊花賞は切りづらい戦績になったなと思うんですが、まあでもタイムフライヤーちょっと、まあでも春よりマシじゃねえかと少し復調気配は見えますね。ただホープフルステークスが G1 にね昇格して、G1 馬だからって扱ってしまうとそうじゃねえなっていう程度の戦績に終わっているんでね、このホープフルステークス G1 っていう意味はどうなんだろうと、まあと言いつつ、その前の年 G2 最後の年が勝ったのがレイデオドなんでね、まあ G1 にしたほどの価値があるかなっていうとちょっと微妙なところですが、まだ様子を見ていきたいと思います。そして最後、瞑想どんどんさん、全然わかりません、何が起こるか、またアップしてくださいってことなんですが、そう、何があるか何が起こるか、ね、全然わかんないのが競馬ってものなんですが、こうやってチェックしていくことで菊花賞が見えてくるんじゃないか、これがヒントになれば今度こそということで、まあ菊花賞でね、まあ、なので気になったのがグレイル、まあそしてエタリオ、名称鉄痕はちょっと微妙なんですが、エポカドーロとか、ステイフーリッシュ、まあそしてタイムフライヤーあたりの神戸新聞杯で負けた組の方が、まあ、神戸新聞杯からね菊花賞という意味では巻き返してくるんで、まあ、賞金持っている組がね、まあ、そのあたりの菊花賞が狙いやすい着順に負けてくれたんで、その辺を中心に馬券は、菊花賞の馬券は組み立てておきたいなと。気になったのがグレイル、エポカドーロ、ステイフーリッシュ、タイムフライヤーちょっと微妙かなっていう感じで狙ってみたいと思っております。以上ハッチーでした。